ゴー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 、そこの敵を倒す、旗を取る、帰る帰る帰る、走れ走れ走れ。現実況劇団鳥のすめ。どうも鳥のすめの佐藤です。今回もミーングリーンスの方ねやっていきたいと思います。今回のルールはバスタブ、バッシュかな。このねアヒルボートがねふわふわ今浮いてましたけども、ここの旋回してるアヒルボートにまずは ね乗って旗を取りに行くわけですよ。うお、大丈夫かな。そこの右側のヨットに一つ旗があって、あと左側のあっちのヨットにも旗が一つあって、敵陣地の目の前を通っていって自軍に帰ってくると。で、旗を収納すると1ポイントと。で、3ポイント通ると勝利ですね。味方が今取りに行ってくれたので、俺は援護しようかな。前の船に乗ったみたいですね。さあさあさあ、多分そろそろ敵がね、その辺でね、待ち構えてると思うんですよ。ここがね、敵の船ですからね。ここの拠点をなんとかくぐり抜ければかなり大きいですよ。さあ、どうだ？いないね。いないね。敵があれか？結構攻めに行ってるタイプの人たちか？結構ね、ここでね、守ってる方も普段は多いんですけども、攻めに行ってんのかな？これは熱い旗の取り合いができそうなんじゃないか？どうだろう？俺は一回ここでジャンプ！よし！よし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 ！これがね、結構ね、操作が難しいからね。落ちること結構あるんだよね。で、アヒルボートが、やだ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 グレネード、あ、間違えた。こういうことです、こういうことです。いやー、旗取るまではよくてもね、俺ね、アヒルボートに乗れないんだよね。あー、難しい難しい。敵来るかな。敵が結構攻めては来てないかな。よし、じゃあ行こう。あ、味方もいいですね。目の前に2人もいいんじゃない。これ敵はいないよな。このアヒルボートいい顔してるよな、ほんとな。昔鉄腕ダッシュにアヒル隊長だっけ、なんかそういうのいましたよね。あれをなんか思い出すんだよな、アヒル隊長。俺結構好きなキャラクターだったな。あ、いたね。よし、一人倒したぞ。あそこに旗が浮いてるけど、あれは消えちゃったか。で、自軍に近い旗を取るより、倒しきりたいな。ロケラン当たってない。濃紺だな。よし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 、倒した。で、しゃがむ。やめてね、殺さないでね。よしよし。で、ここでジャンプ。よし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 。こっちのね、さらに奥に行った方の旗を取った方が帰りやすいんですよ。よし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 。そういうことを私は学びました。学びましたんで、これを持って帰りたい。今1対1なんだよな。これが俺が点数入れれば2対1になるからリードできるんだよ。なんとしてもジャンプミスっちゃダメだよ。俺ジャンプミスっちゃダメだよ。緊張の一瞬です。ゴー。よし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 、オッケーオッケーオッケー。2点入れたぞ。3点入れたらもうコールド勝ちだから、いっちゃおういっちゃおう、ガンガンいっちゃおう。いい顔してるぞアヒル。敵は来てないよな。いるか？いるか？ボート乗ってないもんね。大丈夫そうだね。こっちまで攻めてきてないみたいだから。あ、いいね。味方が旗取って、さっそうと行ったか？あ、どうだろう。あ、取ってないのか。こっちの旗取ってみようか。こっちの旗取って、今いなかった？ちょっと軽くスナイパーにして見てみようか。あ、いたね。よし、ヒット。外した。ちょっと待って、あの 20% だったらこれで、よし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 、今世紀最大に俺は今いいプレイをした気がする。最近流行りなのかな、今世紀最大って言ってる、よく言ってる気がするんだけど、気のせいかな。結構ね、まあ常に更新されるわけですよね、今世紀最大がね、うん、そういうパターンでしょうね。あ、いる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 。やだやだやだ、エイムが合わない、エイムが合わない、エイムが合わない。助けて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 。お互いクソエイムだったのかな。うん、引き分けでいこう、引き分けで、引き分けでいこう、引き分けでいこう、引き分けでいこう。よしよし。あ、っていうか1点取られてんな。あ、やられた。うわー、
今の地点過ぎれば、あー今の場所鬼門だねやっぱりね。あ、1個旗取られてんな。あ、でも味方が帰ってきてる。あ、いいよいいよ、3人で行こう、3人で行こう、固まっていこう。自殺なんかこうやっぱね、プールに入りたい時とかもありますもんね。そういう感じでしょうね。こうやっぱあったかいし、バスタブだから温泉気分が味わえるんでしょうね。深い深いねですって出てるけどもね。あそこで戦ってんだ。あれは当てらんないな。スナイパーかな。当てられるかな。難しいんだよな。顔が見えない。顔が見えないんだよ。あ、いたな。難しい。エイム合わせるの難しい。あれ両方が動いてるから難しい。あ、でもいなくなったな。顔が見えないね。リロード。あ、いたね。今いたよ。ちょっと待って、味方の方突っかかる。よし。で、俺はここの旗を取りに行きたい。あ、出てないな。旗が出てないぞ。じゃあここで防衛していくか、逆に。旗が復活するのを待ちつつ。あ、今ね、敵の船のとこいたね。あ、ボート乗ってるな。ちょっと待って。あれをなんとかして。あー、倒せない。当たってないな。あー、両チーム1点か。旗復活しないな。旗復活しないな。あ、いたな。オッケー、エネミーダウン。オッケー。ここで待つの結構いいんじゃない？防衛もできるし、旗が復活すれば即座に取ることができる。復活しねえな、これな。敵チームの旗を取りに行かねえともうダメってことかな。かもしれないな。だとしたら俺は、ここから一回どうしたらいいんだろう。死ぬしかねえよな、そうなると。当たんないね。スナイパーで行こうか。その旗。いやあ、でけえ声出しちゃった2対2か。めちゃめちゃいい試合だな。このバスタブのルールでここまでいい試合なのなかなかないですよ。だいたいいつもね、引き分けとかのことが多いんですよね。両チーム旗取れずみたいなね。さあ、じゃあこのアヒルボートに乗って敵陣地に攻め入りましょうか。そこの旗あるみたいだけど、それは無視して敵陣地の旗を取って持ち帰る。そしたら3対1で俺らの勝ちってなるから、それで行こう。そのプランで行きましょう。まずは身を隠してね。あ、味方が取ってるぞ。落ちていく見てしまった。なんか俺は見てしまったね見てはいけない何かを見てしまった気がするけどよし、さあ行きますゴー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 。そこの敵を倒す。旗を取る。帰る。走れ。いや、でも敵の旗がなくなったもんね。ロストしたってことだもんね。いいよ。あと1分50秒、2分切りました。いいんじゃない。痛いです。ちょっと待って。痛いです。暴力反対。めちゃめちゃ俺撃ってるけど、うん、よし、味方が倒してくれたのかな。 OK、 よし、これで2対0。かなりいい展開になったぞ。貢献したんじゃないでしょうか。あ、味方が旗持ってますね。あの方を援護したいな。いるね、敵いるね。ちょっとうっすら与えてます。ロケラン構える。撃つ。あー、当たんないね。難しいね。リロード。敵陣地には旗は今ないわけだから、ここを、あー、できる、がっつりできる。大丈夫かな。バレてないかな。バレてないね。よし、光線。危ない。あ、は、過ぎちゃう。過ぎちゃう。焦って行こうとしたけどダメだったねそのまま俺自軍に帰ってくようになったもんなそこ今スワンボートじゃねえや、アヒルボート乗ってるやついたな。
そこ当たるかな。あれロケランないな。当たれ、当たってる当たってる、ちょこっと当ててる。いやーバラバラにされた。残り10秒。よし、このまま2対0で終わるんじゃないか。もし1個取られたとしてもね、1点こっち入ってますから。オッケーオッケー。ほらラスキル決めてやるよ。ラスキルは決められなかったけども勝ちました。やりました。ということでね、今回はバスタブバッシュというねルールで遊んできました。なかなか楽しいね、やっぱね、いいね。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ここは鳥の爪団の本部。今なら入団テストを免除で入団することができるぞ。真ん中のパネルを押して入団だ。一緒に鳥の爪団を盛り上げよう。あなたの入団お待ちしております。